こんにちは、坂戸隆です。この動画では筋肉痛の原因についてお伝えしたいと思います。筋肉痛といっても、こう運動している時に痛くなってくるのも筋肉痛ですし、次の日もしくはまた次の日2日後とかに痛くなってくるのも筋肉痛という表現をします。で、まず動いている時に痛くなってくるのはなぜかということからお伝えしたいと思います。通常ですね、体を動かしている時に血液がこう体の中回ってるんですけど、血液が足りなくなってくると、まあ、酸素が足りなくなってくると筋肉動かせらんなくなっちゃうわけですね。で、筋肉を動かすために酸素がない状態でも筋肉の中にピルビン酸っていう物質を溜めてあるんですけど、このピルビン酸っていう物質を乳酸って聞かれたことあるかもしれませんが、乳酸っていう物質に変えて酸素の代わりにして、ね、燃料として燃料と一緒にこう燃えるようになってるっていう形ですね。で、乳酸っていう物質が出てきて、で、酸素の役割をするんですが、その乳酸が体いっぱい動かしてるとピルビン酸が乳酸になりますので、たくさん出てきます。で、体いっぱい動かしてると当然代謝が早くなってしまうので老廃物とかも出てくるんですけど、血管の中に老廃物だとか、こう緊張する固めてる成分とかがね、乳酸とかたくさん出てきてしまいます。で、このたくさんこういう老廃物とか出てくるんですけど、体いっぱい使えば使うほどもう大量に出てきてしまうので、血液の流れが悪くなってくるんですね。まあ、間質液っていうのを以前の動画の中でもお伝えしたと思うんですけど、血管の中というよりも筋肉の繊維と繊維の間ですとか、そこの流れが悪くなってきます。で、血液の流れが悪くなってくるので酸素が足りなくなるので体は痛くなってくっていうのが、運動してる時に痛くなる現象ですね。これが一つ筋肉痛の原因になります。で、もう一つが、筋肉を動かしている時に筋肉の繊維が切れてくる、ね、激しい運動をすると切れることがあるんですが、で、この切れてる状態、ね、こうプチッと切れるんですけど、切れた時には古傷の原因の動画とかでもお伝えしてますが、カルシウム、筋肉が切れるとその周りにあるカルシウムを入れる袋、筋小胞体という袋が破けてしまうので、カルシウムがギュッと溜まったりとか、傷が大きければ周りからカルシウムが溜まってきて、この傷をね、こう固めるってことをやります。で、これ固めてちょっと固まってるのはいいんですけど、これ傷が多くなれば多くなるほど体中からね、修復するための成分がじわ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 集まってくるんですね。血液の流れがいい方は早めに成分が集まってきて修復作業を始めるので、次の日とかに筋肉痛っていう状態が起きるんですけど、例えば、年齢を重ねた時に血液の粘性度、ネバネバっていうのが多くなればなるほど成分の集まる時間が遅くなってくるので、2日後に筋肉痛になったりとか、そういうことになります。まあ、いずれにしても痛みが起きているのは血行不良が起きているという場所が、あの痛みとして捉えているということになります。で、筋肉痛をどうやって早く治していくかなんですけど、原因はいずれにしても血行不良です。で、筋肉がどちらにしても使ってる時に痛くなってきたでもいいですし、2日後に痛くなってきたでもいいんですけど、筋肉が固まっていて血行不良が起きている状態なので、筋肉を柔らかくしてあげると筋肉痛と言われる症状は治ってしまいます。で、筋肉痛を治していくために早く治したいわけですから、コツがあります。コツがで、例えば腕が全部筋肉痛になった時は、筋肉を柔らかくするために2007年に開発された緩衝法という治療法を使えば簡単に筋肉が柔らかくなって簡単に痛み消えちゃうんですけど、その中でもさらに早く柔らかくして痛みを消す方法を簡単にお伝えします。腕がありますね。腕一本筋肉痛だとすると、心臓に近い側の筋肉から柔らかくしていってあげると、あっさり柔らかくなってきます。これは先ほど出てきた老廃物を簡単に筋肉の外へ出すために、
心臓に近い側から出してってあげた方が簡単に外に出るようになってますので、心臓に近い側、腕であれば肩に近い側からどんどん柔らかくしていくと筋肉が柔らかくなって痛みが簡単に消えてきます。これ一つポイントなので覚えておいてください。で、足も同じです。足一本筋肉痛になったら、まあ、心臓に近い側だから鼠径部の辺からずっと柔らかく足先までやっていくと早く痛みが消えますので、このコツを覚えておいていただければと思います。まあ簡単に言うとね、こういう形でこの位置だとこういう順番が一番筋肉柔らかくなるのが早いですよっていうのがもう分かっていますので、この画像もご確認いただいて、ね、山登ってる、スポーツやってる、ね、そのやってる時に痛くなってきたらその痛みはすぐ消せますので、ぜひ覚えておいていただければ、楽しくスポーツをしたり山を登っていただいたりもできますので、落ち着いて覚えてみてください。それでは筋肉痛に生きている以上必ずなるわけですけど、その時の筋肉痛の痛みを簡単に消す方法を覚えていただいて、ぜひスポーツとか山登りとか楽しい毎日を送っていただければと思っています。